こんにちは、MJWS です。今回は大阪モノレール雨竜堂延伸工事の進捗をお伝えする短編動画です。ルートの全体感については別の動画で紹介させていただいておりますので、こちらを参照ください。今回はこの大阪モノレール雨竜堂延伸工事の進捗について2023年2月現在の様子を紹介していきたいと思います。大阪モノレール雨竜堂延伸整備事業は2021年から本格的に工事着手されていて、2022年末には早い工区ではついに支柱が完成し、軌道を乗せる手前まで来ています。その他の工区についても多くの区間で基礎工事から支柱工事が始まっていて、一部を除き詳細設計中の区間が残るのみとなりました。特に工事の進捗が早かったのが鴻池新田駅手前の寝屋川付近。いよいよ延伸ルート上の構造物が目に見える状態となってきました。延伸ルートは 9km ありますが、今回は全線を散策し、特に工事の進んでいる箇所をピックアップして動画を編集しました。よろしければ最後までお付き合いいただけると幸いです。さて、大阪モノレール雨竜堂延伸ルートの起点となる門真市駅を出てすぐに配置されるのが仮称松尾町駅。この松尾町駅配置予定位置では、今現在三井アウトレットパーク大阪門真、ララポート門真の建設が真っ最中。いよいよ本年2023年の4月に開業を果たします。この付近を通過すると、大阪モノレール雨竜堂延伸の支柱建設現場松尾町工区に至ります。松尾町工区は支柱工事に合わせて詳細設計を行う詳細設計付けの工事区間となっていて、この工期は令和6年の10月31日までとなっています。他の工区のスケジュール感を参考とすると、令和6年に入った頃から支柱の工事が本格的に開始され、夏を過ぎ9月頃には視覚的にも支柱が建設されていることを目視で確認できるようになっているものと推定されます。さらに並んでこの次の工区となるのが桑材新町工区。前回2022年10月時点の様子がこちら。この工区の工期は令和6年の12月13日まで。先行して工事が進んでいる支柱についてはすでに完工しているようです。さらにこの桑材新町工区、近畿自動車道側にはこの延伸ルート上の PC 起動桁を作成する工場、 PC 起動桁製作場が建設されます。 PC 起動桁製作場とはモノレールで使用するコンクリートレールを製作する工場。背筋からコンクリート打設、養生および緊張作業、現場にレールを設置するまでの間、留置を行う設備を有する工場で、モノレールの建設工事ではなくてはならない設備。大阪モノレール雨竜堂延伸整備事業では、この桑材新町に PC 起動桁製作場が配置され、この製作場から延伸ルート全線に向けて PC 起動桁が運ばれていきます。さて、桑材新町工区に並行して進むと、道路の反対側からでも支柱が林立している様子を見ることができます。しばらく並行して進み、さらに桑材新町工区の南手に回り込みます。ここでは右折レーンを1車線潰して支柱の建設が進められていますが、真横には歩道と横断歩道が配置されており、この地点では支柱の工事の様子を間近に見ることができます。支柱全体のコンクリート打設がすでに完了し、完成した支柱を見ることができます。さらに道路反対側の支柱もご覧の通り。この先の門真ジャンクションの下部には仮称門真南駅が計画されています。門真南駅自体大きな工事は開始されていませんので、この付近は今回は早々に通過します。門真南駅の位置を横目で見つつ、この門真南駅の前後にはモノレール
及び門真南駅用の用地取得現場が位置しています。用地交渉後、詳細設計を経て門真南駅前後の軌道桁用の支柱工事が開始されていきます。門真南駅設置位置よりさらに歩くと次の支柱工事現場に到着します。寝屋川の手前に位置する安田工区その2では、延伸ルート上では最速となる工期が設定されていて、令和4年つまり昨年の9月30日で延伸ルート全線に先駆けついに完工しました。完成した支柱の様子がこちら。出来たてほやほやの支柱群はやっぱりたまりません。今後他の工区の支柱が完成してくると、今後は PC 軌道桁製作場で製作された PC 軌道桁がこの支柱に乗っていくこととなります。先ほどの桑材新町工区ほど近くに寄ることはできませんが、遠目から林立する支柱を見ることができます。いよいよモノレール用の軌道が乗せられるのを待つばかりとなりました。さらにこの南手に位置するのが北高野池町工区、西高野池町工区の2カ所で、いずれも工期は令和5年2023年1月27日までとなっていましたので、期間上は完工出来たてほやほやということになります。一つ前の工区安田工区その2と合わせ、これら3つの工区が工事を終了。前回撮影時は未だ足場が組まれている状態でしたが、いよいよ完工しました。さてこの先、雨竜堂駅および雨竜堂車庫の工事現場付近まで目立った工事は行われていませんが、少し寄り道して次駅となる荒本駅建設予定地の現在の様子を見に行きましょう。大阪モノレール仮称荒本駅は、一昨年までイオン東大阪店があった位置に建設が予定されています。2022年の初め頃までは未だ解体工事を行っていました。閉店直前の2021年3月の様子がこちらで、解体作業中であった2021年11月時点での様子がこちらです。風景がガラッと変わってしまいましたね。この仮称荒本駅を出たモノレールルートは、新たな終点となる雨竜堂駅方向へ進み出します。画像中、モノレールのルートは奥手に位置する車庫用地をかわすため、府道2号線脇の中央分離帯部にルートを逃します。この中央分離帯部分でも支柱建設工事が進められています。工事名称は支柱建設工事西岩田工区、令和3年3月に着手、工期は令和7年の1月31日までとなっています。この支柱工事では、今現在土留港の様子を並行する道路から見ることができます。これら支柱工事と並行して進められているのが、画像の奥手で工事を行っている仮称雨竜堂車両基地整備工事。読んで字のごとく、大阪モノレールの新設車庫となる雨竜堂車両基地の工事です。この車両基地整備の工期は令和2年の5月27日から令和8年の2月27日まで。およそ4年後にはこの位置に大阪モノレールとしては2個目となる新たな車両基地が誕生するということになります。以降、大阪モノレール雨竜堂延伸ルートはこの中央分離帯部に線形を維持したまま、新たな終点となる雨竜堂駅に到達します。雨竜堂駅では近鉄奈良線と接続が予定されていて、近鉄奈良線には新たに雨竜堂駅が追加建設される予定です。さて今回は短編動画として、大阪モノレール雨竜堂延伸ルートの整備工事について、視覚的に最も工事が進んでいる工区にフォーカスして工事の様子を見てきました。また半年から1年程度のスパンで工事の進捗を追っていきます。引き続きお付き合いいただけると幸いです。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。さようなら。